スイスのコルドンブルーコルドンブルーは肉を薄く叩きハムまたはプロシュートとスイスチーズ等のチーズを包み油で揚げるか焼いた肉の滑裂である伝統的には小牛肉を用いるが豚肉や経肉なども使われるコルドンブルーの起源はおそらく1940年頃にスイスで作られたチーズを詰めたシュニッツェルであり1949年に 初めて料理本に記述が現れる。チキンコルドンブルーという言葉が最初に現れたのは1967年のニューヨークタイムズであるが、小牛肉を用いた現在と似たようなレシピは少なくとも1955年には見られる。コルドンブルーとはフランス語で直訳すると青いリボンという意味だが腕のいい料理人という寛用的な表現として使われることが多い。なお、 同盟の料理学校オルコルドンブルーも存在する。レシピには多くのアレンジがあるが、肉とチーズを用いる点は共通している。チキンコルドンブルーを作るには、鶏胸肉を切り開き、中に薄切りのハム、またはプロシュートと柔らかく溶けやすい薄切りのチーズを挟む。次に、鶏胸肉をルラード状に巻き、パン粉をまぶして油で揚げる。 揚げる代わりに焼くレシピ、パン粉をまぶさずに揚げるレシピ、鶏肉をハムで巻くレシピ、ハムの代わりにベーコンを使うレシピ等もある。多くのムスリム国では、ハラールの鶏肉を用いたコルドンブルーがよく食べられるが、ムスリムとしてハラールを遵守するため、中身には豚肉ではなく牛肉製品を用いる。ありがとうございます。